皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も働く UFO で遊んでいきます。さあ今回はちょっとお金が足りないのでショップで購入できないので、普通に働きに行きましょう。どこですかね。お、5ページ、お、ラボラトリー2ですね。謎の機械を組み立てさせられるということで、さあどうなんでしたっけ、前回。あ、このパズルですか。テトリスさん風のやつですよね。わあ、今度マス目が多いですね。あ、こけしちゃんがそこにいらっしゃる。まあ、適当に置いていきますか。まずこれを置いて、ちょっとずれますかね。OK です。これはどう置けば、ここに置いたとしたら、横3つとか、まあ浮かないからですね。空中に浮かないから、形も考えないといけないですね。これを置きますか。わっ！お、ぴったんこ。これをここに置いて、でこの長いのがここに来ると、あー、いけますね。これですか。ではアームの大きさが、もっとアームが大きくなったら掴みやすそうですけど、ここってことですよね。いや、でもこれ、重心的に考えると、あ、危ない危ない。乗らなくないですか、これ。多分倒れますよね。もうこれで、うりゃーっと。まあ、これで、乗ったりしな、え？おかしい。おかしいですけど、まあいいですか。それか、あ、こけしちゃんどうにかしないと。ちょっと先にこっち乗っけますか。特にあれが倒れやすいから。なんか、ちゃんとはまってると、摩擦的な感じで、なんか、落ちなさそうな気がしますけど、うわぁ、難しい。これをうまく入れる。ゆっくりですかね。オーライ、オーライと。足をずれてる、ずれてる。あー、見てる。うわぁ、あー、もうこれあそこに入れるのちょっと無理ですけどね。一旦ここで待機、ここで待機しましょうか。案外時間足りないですね。ちょっと一回転。もう半回転。よし、これでいけるでしょう。それか、こけしちゃんをちょっと先に置いておいて、右でサポートしつつとか。そっちの方がいいですかね。ちょっと、バランスが倒れますよね。こうしてから、わ、やっぱ難しい。ちょっとやり直しますか。手順をおさらいしましょう。まず、真ん中に置いて最初に。いやー、これやっぱテトリスといえばこの形ですよね。いろんなとこにちゃんとはまってくださるから、使いやすいと。この形が一番使いづらいですかね、テトリスさんで言うと。やっぱ隙間ができるんですよ。できやすくなっちゃう。よし、これでちょっと横にずらして、で、こけしちゃんにちょっと一旦出てきていただいて、大量じゃーと。で、ここで一旦支えていただきたい。よいしょ、
うん、もうちょっとですね。うわ、もう。お、掴んでますか。入った。まあでもとにかく、ここが横に落ちないように支えていただいてた方が。あ、なんでこれ毎回開くんですかね、勝手に。ちょっと一旦この辺で。これいいの？これ焦げ車に乗ってるの？あー、もうなんでこれ、なんか画面変なとこ押したら開くんですか？左押してないのに。ちょっと頑張って。よし。これで。先にこれを乗っけて。これ多分落ちないでしょ？いや、ここまで考えないといけないって難しいですね。よし。あ、待って。あ、ダメ、落ちちゃう。こうなるとちょっと乗せづらい。結局、こけしちゃん頑張ってくださらない。あ、乗らない。あと、さっきみたいにちょっと頑張って乗せますか。よいしょ。あとはゆっくり押すような、優しく押すような。ちょっと待って。さあ、あー、ダメ。ちょっとやり直していきます。さあ、今度はバッチリですね。こけしちゃん乗ってない、ちゃんと乗ってないですけど。さあ、これでいけるでしょう。先にこっちに乗せておきますか。で、あれがちゃんとハマっていただければクリアと。あ、ちょっと傾いてる。ちょっともう振動が伝わるってすごいですね。よくできてますよね。あ、ちょっと待って。危ない。なんか物理って感じがしますね、本当に。いやー、これ、あ、もう最後にこれ押してからヤッホーってやりますか。まあ、それでも多分いいはずですから。あ、時間が結構際どい。さあ、あとは慎重にしない。あー全然慎重になる。あー、やめて。よし。あー、あ、違う。わー。さあ、ではこっち右側持ってから押し込んだ方がバランスよくいけそうな感じが。あっ、あー、待って。あっ、ちょっと待って。あー、残念。またちょっと置きに行かないといけないですね。ちょっと一旦置いてと。これちょっとずれましたね。さあ、また元に戻して。ちょっと傾いてでもいいでしょ。後で押し込めばいいので。いや、やっぱ重たい。大きいほどより難しい動かし方が。よし、はい、いけそう。あ、来ます。あ、ちょっとなんか、おーおお、奇跡。この奇跡を逃したか。ちょっとあとこれだけなのに、ちょっとものすごく慎重にいきますね。時間60秒、1分間たっぷり使って、まず揺れを減らします。押し込みます。ちょっと段差があります。気をつけましょう。あー、引っかかってる。1ドット。あー、ちょっと待って、これ難しい。アームの爪が、これどうすればいい。アームの爪が邪魔しちゃう。でもこれ多分乗りますよね。よし、おお、あとゆっくり押すだけ。あとは押すだけと。あれ、ちょっと待って、あと20秒しかない。よし、え、押しが足りない。え、ちょっとおお、なんとかいきました。すごい。いや、これよくバランス
ありますね、これで。いやー、クリアしました。ありがとうございます。なんかスピーカー風になってますけど。ロボット風なんですかね。めいめい、鼻口なんですか？お、え、え？なんで？え、なんで真ん中、合ってないの？完璧、パーフェクトな感じしましたけど。わ、残念。さあ、ではですね、今回の動画、以上させていただきます。わ、今回、ものすごく時間かけて頑張ったんですけど、もう20分以上遊んでましたね、実質。さあ、新しいステージも開放されましたね。おー、すごい。たくさんありますね、ステージ。いや、面白いですね。さあ、ではですね、他にもゲーム実況お出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。